はい、皆さんこんにちは、渡辺くるしです。では今回はアーツオーバーヤホーカイザーライヒ日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。カイザーライヒという元はドイツ軍が第一次世界大戦で勝利したという仮想のシナリオの元に進む元になっています。すでにドイツは滅びました。まあ、前回ですね、ヨーロッパの大戦が終結して、その中でドイツという名前は消えています。現在日本はですね、ロシアとの戦争状態に入っています。このロシアが強いですね。ちょっと舐めてましたね。なので、まあ、ちょっとロシアとの戦いに本腰を入れて、頑張って、操作の方していきたいと思います。今、ウラジオストク近辺での戦いなんですけども、ここなんとか戦線を押し返していかないと、まあ、このトランスアムールが降伏してしまうということも出てきてしまいかねませんので、まずは戦線を押し返すところから頑張っていきます。では時間を進めていきましょう。はい、今ロシアとの前線の状況なんですけども、ウラジオストク近辺から動けずにいます。ただ飛行場一つここ取れましたね。ブラゴウシェチェンスクというところなんですけども、ここに、まあ、航空隊を配備してなんとか制空権を取ってですね、前線を前に進められるように頑張りたいと思います。で、軍自体はちょっと余ってきてはいます。この最前線なんですけども、補給が今現状ギリギリというところもあるので、これ以上軍を前線に展開できないというのもありますので、この補給線と補給量とバランス見ながら、軍の供給量を調整していきたいと思います。はい。ロシアとの戦いに苦戦している状況、まあその一つにですね、ロシアの戦車なんですよね。これが結構強くてですね、手が出ないという状態になってます。なので、まあ少し遅い感はあるんですけども、対戦車砲兵を入れてですね、これによってなんとか戦局また好転できないかなというふうに今ちょっと考えています。なので、ここは対戦車砲兵を入れます。まだ対戦車砲兵実はほとんど生産始められてない状態なので、だいぶ工場を使ってでもですね、対戦車砲兵の生産を一気に進めていきたいというふうに思ってますので、早速対戦車砲兵入れます。15ぐらい工場割り当てちゃいましょう。その分足りてるところを少し減らします。といってももう十分あるよねっていうところは、まあ、正直あんまりないですね。歩兵自体の数を減らしている分、少し歩兵の装備の生産量を減らして、その分対戦車砲の生産に割り当てましょう。あとここ、先ほどお話したブラゴンジェチェンスクなんですけども、ここがですね、なんとトランスアムールの飛行場扱いになっている関係もあって、使わせてもらえなかったです。すごく残念ですね。しょうがないので、ここはですね、まあ、いつものパターンにはなりますけども、空母機動部隊の艦載機を使って、なんとか、制空権を取っていこうかなというふうに思っています。ロシアとの激戦が続いている中ではありますけども、アメリカの内戦が終結したというニュースですね。最終的にはアメリカ西海岸国、が完全にアメリカを制圧したという状況になっています。カナダがメキシコを取っているのもちょっと面白いですよね。今、補給線マップと一緒に戦況をご覧いただいているんですけども、ご覧のようにもう全く前に進まないですね。時間はマックスのスピードで進めてるんですけど、もう戦況に関しては一向に変わり映えがしないと。いう、まあ、なかなかね、厳しい状況続いてますね。まあ、ロケット防衛の数が、まあ、もうちょっと増えてきたら、ロシア軍を押し返すこともできるのかなとは思うんですけども、まあ、どうしても数が揃わない分、ロシア軍と一進一退の攻防というところですね。まあ、現状は互角に戦ってるんですけども、まあ、国力の差を考えると、長引けば長引くほどロシアに有利に働くと思うので、まあ、何か策を練らなければならないんですが、
ロシアの沿岸ですね。どこを見渡してももう軍港がないんですね。なので強襲上陸をかけて突破するという、まあ中国との戦いで見せたような奇策が打てないというのもあって、まあ、まさに手を打ちようがないというところになってます。もうちょっと戦局を見守りながら何か打開策を考えていかなければいけないかなというところですね。さらにここであんまり手を入れてなかったんですが、情報機関に一歩出し抜かれましたね。ロシア側軍ですが、我々の暗号を突破してきたということで30日間戦闘ボーナス出ます。まあ、苦しい戦いの中これはちょっと痛いですね。はい、アメリカが協商に加盟したということで、ちょっと陣営マップ確認しましょう。アメリカとどうだろう、これ見るとカナダがくっついた感じですかね。まあ、第三インターナショナルもまあ依然として大きな勢力起こってますね。フランス、イギリスを中心とし、さらにアフリカに大きな勢力を起こっています。まあ、大東亜共栄圏もね、中国の半分ぐらいと東南アジアの一部、領有してますけども、モスクワとの戦い、ロシアとの戦いで苦戦して勢力の拡大、これがちょっと遅れてしまっている状況 ですね。状況少し変わりました。まずオスマンに対してロシアが宣戦布告したので、オスマン対ロシアという状況、これが生まれてます。なのでロシアの軍が今対日戦に全て集結してしまっている状況なんですけども、これオスマンが頑張ってくれればですね、あるいはロシアの兵力が分散してくれるのではないかというちょっと淡い期待を持てる状況になりました。もう一度確認します。オスマンがロシアに対して宣戦布告してます。でそのオスマンに対してですけども、まず不可侵条約を結びましょう。さらに関係改善も行います。まあ、オスマンどこまで期待できるかというのはクエスチョンですけど、まあ、とりあえずロシアの兵力が分散してくれれば御の字ということで期待はしたいと思います。さあそのオスマンなんですが、どうでしょう、早速ロシアに押し込まれてる感がありますね。オスマンが、まあ、簡単にやられてしまうようなことがあるとちょっと残念ですよね。まあ、なんとかオスマンには、ロシアを押し返してもらう、まあ、そういう力を見せてほしいところですよね。ちょっとオスマンがロシアの攻撃に耐えられるよう状況ではなさそうなので、オスマンに派兵予定だった軍あるんですけども、ちょっとそれ出すのやめましょう。いや、ロシアが本当に強大化してるな。ロシアが巨人となるのを止めなければいけない状況なんですけど、なかなか止める手立てがないですよね。オスマンが敗れるとなると、もうどうでしょう、まあ今でいうトルコ一帯あたりが完全にロシアの勢力圏内に入りますね。第三インターナショナル、まあ、つまりイギリス、フランスがロシアと対戦しない限りちょっと勝機がなさそうですね。はい、ロシアとの戦い全く好転しない中、禁断の核開発に着手したいと思います。核爆弾373日、まあ約1年後ですね、約1年後にこれを作れるようになっていきます。行いましょう。もうちょっとこれ以外に打開する術も見当たらないという現状もありますからね。で、早めにですね、核攻撃を視野に入れて原子炉の
建設も始めます。ある程度原子炉の数必要になってきますので、全部で5基ほど原子炉を作ります。で、軒並み原子炉の建設優先度を上げておきましょう。残念ながらオスマンはロシアの前にあっけなく敗れされましたね。まあ、期待していたオスマンによるロシアへの反攻というのはなされることなく、完全にトルコが、オスマンがロシアに飲み込まれた形になります。まあ、今やロシア一強体制という状態になってるんですけども、この先、まあ、合衆国だったりカナダだったりっていう、まあ、第二第三の大国ですね、彼らの動きがどうなるかっていうところで変わってくるかなとは思うんですけどね。今度はロシアがアルメニアに対して宣戦布告してます。まあ、ロシアの勢い止まらずというところですね。はい、厳しい状況続いていますが、まずはですね、ロシアに対して圧倒的に遅れを取っていた、まあ、諜報機関ですね。これアップデート重ねてきてですね、ようやく、まず防御に対して、レベル3まで持ってきてます。こんな感じですね。これによって、我々の、まあ、暗号なり無線なり作戦なりというものをロシアに膨張されないようにしようというところですね。一方、起死回生の核開発の状況なんですが、あと315日。10ヶ月程度で核の開発が完了します。ここまでなんとか持ちこたえておきたいなというのと、あとですね、制空権がもう全く取れない。満州上空で。なので、この後、機動部隊の航空隊ですね。これ観光とか、艦爆とかを全部外して、戦闘機に乗せかざす。で、戦闘機で制空権を取る。まあ、これをまず最初の任務と。というふうにしていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。